ことでしょ？そうね。ずっと燃えてるあの人がまた他人の実験室を壊したとか？あ、ラーメンパーティーだったりして。きっとあの賑やかな魔術師がまた新たな発明品を作ったんでしょうね。今までとあまり変わらないわね。でも今回のお客さんは、まあいいわ。とにかくとてもフェアリーランドらしいいろんな物語を残すタイプなのね。多分大人の私が気に入るタイプでもありそうね。何しろ彼女は大きくなった私だもの。さあ元気を出しましょう。これを全部片付けるのはかなり手がかかりそうだし、それに手がかかるってレベルじゃないかもしれないわ。
は？やっと見つけたわ。やっぱり彼女は他の人たちと同じように全ての英傑に会えなかったのね。それでもいいわ。何しろ誰にとっても彼女はあまりにも危険だもの。彼女に会えなければ私にも会えないけど。もう私ったら何を言ってるの？私はただの管理者じゃなくて作者でもあるの。そんな私が一緒に物語に現れたら何もかもがめちゃくちゃよ。でも本当に変ね。確かに彼女はとても特別だけど、大人の私は彼女のことを気にしすぎてるみたい。まさかあの角のせい？彼女のことは博士でいい。はあ、あなたどうして？心配しないで。あなたの言いたいことは分かってる。普通なら私はそちらに行ける能力を持たない。だから私は自分の声を録音してメッセージとして未来のある時点に送ったんだ。録音？うん。簡単に言うと、今の私はあなたの言葉にすぐ返事することはできない。さっきみたいに、あなたの言いそうなセリフがはっきりと予想できるケースなら別だけど、そういうケースは何度もあるわけじゃない。だから、雑談せずに本題に入るよ。あなたが知ってるように、博士は研究を一時的に中止して、私に新しい仕事のリストを渡した。その一つには、完了させなければいけないと書かれていて、少し言いにくいけど、あなたの協力が必要だ。協力？うん。タイプライターの内容が必ず客観的だってことは知ってるけど、やっぱりやめておく。あとは私が操作すればいい。彼女の言葉をそのまま伝えるのはあまりにも恥ずかしすぎる。まずはあなたに接触したもう一つの理由を話そう。簡単に言うと、古の楽園に何らかのエラーが発生してる。具体的な原因は今調べてるけど、私と違ってあなたは記憶で作られた存在だから、今の状況を何とかしないとそちらにも
エネルギー切れが発生するかもしれない。つまり、一時的に稼働不能になるかもしれないんだ。え？意味がわからないわ。あなたは、自称フェアリーランドから来た妖精で、人間のように決められた寿命はないけど、何らかの原因によって永眠してしまう可能性があるんだ。もしタイプライターが何かの異常を記録した場合は、できるだけ早く連絡してほしい。一番の異常はあの博士だと思うんだけど。でも安心して、クラインが本気で協力が必要だって言うなら、私は心に留めておくわ。いざという時には魔法も使えるしね。いや、可能な限りあなたが以前話してたような魔法は使わない方がいいと思う。今までに検出されたデータによると、その過程は非常に緩やかだけど、あなたのエネルギーは、というより魔力は減衰し続けてる。もちろん彼女に作られた存在として、あなたたちはあまりにも似てるから、あなたを説得する能力なんて私にはないと思うけど、とにかく忠告として覚えてて、遅れるデータには上限があるから、まずは要件を先に済ませるよ。タイプライターが最近出したデータを見せてもらえる？できるだけ早く原因を明らかにするよ。クラインは本当に調査に時間をかけてくれたようね。なんだか彼女に申し訳ないわ。嘘をついてしまって。怒ってないといいんだけど、一応私も彼女に協力したわけだし。だって大人の私が言ってたんだもの。今はサプライズを準備してるから知られない方がいいって。そうよね、魔法のタイプライター時はそんなに細かく記録しなくていいの。でもこれもある意味一つの返事ってことよね。
有頂天になり、服のスタイルを変えてもいいなどの意味のない掛け事をした？最初に見つけたデータってこういう意味だったのね。どうやら私も進捗に追いついたみたい。でも、まだこんなにも、平血を撃破。今まで誰も成し遂げていないのに。その後もこんなに多くのデータを残して、彼女は一体何をしたの？まさか、彼女はようやく。あら。突然訪れた美少女を前にして、驚くよりも、もっと嬉しそうにするべきだと思わない？大人の私？えふふ。それもそうよね。私は随分長くここに戻ってきてないもの。でも、そんなに驚く必要はないでしょ？名の記録を読んだんだから。彼女はね、本当に目をそらしたくないほど可愛らしい女の子なのよ。知れないわ。心がこもってないわね。それもそうね。紹介するべきだったわ。でも今回ここに戻ってきたのは監督をするためなのよ。メイのために用意してほしいサプライズはもうすぐ出来上がるのよね。少し時間が必要だと思うわ。あまり元気がないのね。なになに？あら、まさか私がメイへと寄せている関心が他のお客さんに抱いてたものをはるかに超えてるから疑問に思ってるの？そんなことないわ。特別なお客さんを待ってるってあなたがそう言ってたもの。彼女の特別なところはよくわからなかったけど、今は。でしょでしょ？彼女は他の人たちとは違うの。だからこそ、彼女には誰にも渡してないサプライズを用意しようと思ったのよ。これはサプライズと呼べないと思うけど。何かしら？なんでもないわ。ただ、たまに思うの。あなたは大人になった私だって、ずっとそう言ってきたけど、私は一体何を経験すればあなたになるの？うん？どうして急に？何かに関して、私とは全く違う見解を抱いてるみたいね。大丈夫よ。何でも言ってみて。私は昔と何も変わらないと思ってるけど、理解できないわけじゃないわ。私にだって反抗期みたいな時期があったもの。そういうことじゃなくて、もう、すぐにわかると思うわ。とにかくね、例のサプライズは、あの人の子のためだけに用意したんじゃないのよね。
かしいわね。ウェイクワードは合ってるはずなのに。愛しきエリシア？あら、やっと目覚めてくれたわね。あなただったのね、大人の私。もう呼ばなくていいわ。少し休んでただけだから。あ、どうしてここのデータがまた。大人の私、まさかあの人間を連れてあちこちに喧嘩を売ってるわけじゃないでしょうね。まさか。ただメイはすごく可愛がられててね、あの戦号でさえ彼女と仲良くしてるわよ。それに今回戻ってきたのも彼女のためなの。というより彼女のためにあなたに協力をお願いしに来たのよ。協力？ダメダメ、データの整理だけでもう聞いてから断ってもいいじゃない。もしかしたらあなたにとってはとてもたやすいことかもしれないわ。私はここにある私に関するすべての物語を一冊の本にまとめたいの。そして一つのサプライズとしてメイにプレゼントしたいのよ。どう？簡単よね。あなたに関するすべての物語。ねえ、大人の私？私の記憶が正しければ、あなたは自伝を作ったことがあるはずよ。あの伝説の英傑の伝説の方がプレゼントに向いてるんじゃないかしら。タイプライターが残すデータは客観的すぎるわ。その中では、あなたのことをナルシストと。ん？確かに、ここのデータとは違って、あの本にはちょっとした脚色があるわ。だからこそ、ここのデータをプレゼントしたいの。私がどんな人だったかなんて、どうでもいい。メイにとって、私がどんな人かの方がずっと大事。そう思わない？彼女はいつかここを出ていくでしょう。今後、彼女が私のことを思い出した時に、彼女自身の判断を持ってほしいのよ。さて、あっさりと承諾してくれたし、あとはよろしくね。確かに客観的なものの方がいいと思うけど。待って、大人の私、別に承諾してないわよ。おかしいわね。入るわよ。また休んでるのかしら。そうよね。あ
のプレゼントを完成させるために彼女はいろいろと頑張ってくれたもの。寝顔を見るのは忍びないわね。何しろ今回も協力を仰ぐために来たんだから。彼女に聞かれたらまた何か言われるでしょうね。こんな時に、また。これは…そういうことだったのね。確かに、あなたがまだ大人になっていないというのなら、自分に関するすべての物語を共有するより、自分の物語を書き続ける方が向いてるわね。本当にあなたの言う通りだわ。このサプライズは、メイに対してのものってだけじゃなくて、私自身に対してのものでもあるのね。まったく。私に似て強がりさんなんだから。もう一つ手伝ってもらおうと思ってたけど、今考えてみたら状況は真逆になったようね。これも、私がみんなにお願いしたものなのよね。プレゼントに入れてもらおうと思ってたけど、最後の一歩を完成させるのが私だって言うなら、新しいアイデアがあるわ。そうだ。物語は、ただ紙に書くようなものじゃないわよね。もっと生き生きしたものにして、例えば、飛び出す絵本にしたらどうかしら。あなたの気持ちを無駄にしたりしないわ。再び目を覚ました時、このエピソード自体を忘れちゃうかもしれないけど、
何があっても、私と一緒に、この物語に加わりましょう。